はい、テイルズ・オブ・シンフォニア、ラタトスクの騎士実況プレイのパート14。なんだっけ、シルバランドの王朝跡ですね。この攻略です。まあ、前回アーリスと戦って結構痛い目見たんですけども、まあ、なんとかこれはね、倒すことができましたと。やっぱレベル上げ必要かな。なんだこれ。ああ、そういえばどっかであれか、ソーサラリングの属性変えないといけないか。モンスター湧くの早えな。画面に映らなくなったらもうリスポーンしてんの。よしよし。OK。おそらくこれを活用するんでしょう。蹴散らしてやる。お、開いた。なんか暗いところで水の音がするのって怖いね。そうかな。私はロマンチックだなって思うけど。そうねえエミル、私ってエミルから見たらどうかな。何が。私よく勝ち気すぎるって言われるんだ。思い込み激しくて重いとか。やっぱ重い。マルダは痩せてるから別に重くはないと思うけど。こういうことじゃなくて。そういう意味じゃなかったんだけど。まあいいや、エミルの好みのタイプに近づけるように頑張るから何でも言ってね。モテる男は辛いですね。それ本気で言ってる？どう考えてもマルタのあれってなんか勝手に僕の理想像を作ってるでしょ。おや、意外と悟りですね。二人とも何か言った？なんでもありません。消耗。あ、今のより上がるのこれ。あ、そういうことじゃないのか。まあ、成長にちょっとボーナスがつくのであれば。困ったな。どうしたのですか、エミル。マルタのこと、僕どうしたらいいのかなって。おやおや、
ずいぶん贅沢な悩みですね。からかわないでよ。僕今までモテたことないんだよね。女の子とどう付き合っていいとかわからないよ。女性と付き合う上で一番の難関は最初に手をつなぐタイミングです。あなたはもうクリアしているではありませんか。いや、そういう付き合いってことじゃなくて。なんと大胆ですね。もっと踏み込んだお付き合いをしたいと。そんなこと言ってないでしょ。もういいよ、一人で考えるから。大丈夫ですよ。どうせマルタ様の思いは叶わないのですから。お、どういうことだ。これここから落とせそうだね。ん？渡れない。楽しませてくれよ。他の作品と違って戦闘後に料理食えるわけじゃないからさ、故障も激しいな。雑魚は死ねえ。はっ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 。オッケー。なるべく戦闘しよう。手をかけてない。よかったな。お、これは水の流れが変わったようだ。ここで機械のあれが変えられる？あ、これ火ついてる。燃やしてから戻すんだ。よしよし。ほら、水の流れが変わったから、もしかしたらなんか落としたブロック場所が変わってるかもしれないね。あ、水が流れてる。となるとこっちからだとこの宝箱が取れなくなってるんだ。見るからに危険そうな液体が流れている。なるほどね。
なるといいか、あっちのから回れるか、渡れるようになってるもんね。雑魚は死ねえ。よし。ブロックが移動してるね。これもここに落としちゃえばいいのかな。なんかどうなんだろう。まあいいか。お、ロングソード。ん？これエビルの腰から腰に下げてる剣そのままじゃん。死にたいらしいな。効かねえな。ハッハッハッ、オケ。ハッ、死ねろ。ハッハッハッ、ハッハッハッ、コランシュ。ハッハッハッ、ハッハッハッ、ハッハッハッ、ハッ。よっしゃ。ダメージが通りそうになってきた。オッケー。レベルかっこいい。この程度で騒ぐな。ニュースキル。お、グミの効果アップか。これでかいな。ウェントス使ってみたいけど、そもそもの砲翼戦をまだ覚えてないもんな。覚えてるものなのかな、このタイミングで。これ当てて、よしよしよし、そういうことか。でもう一回当てると、
これで次のエリアに進めるかな。あの宝箱はどうやって取るんだったんだろうな。でもなんかあのブロックの茎見るとさ、どっちかにすげえいいの入ってて、どっちかにこんな大したもの入ってないダミーの箱みたいのさ、ありそうだよね。片っぽ取れるけど、あの動かし方次第でもう片っぽ取れないみたいな。結局両方は取れない配置だったら俺にとっては相撲はいいんだけど。この程度で騒ぐな。結構攻撃力高いな。お前ベカグ。あと防御が低い。成長が楽しみだ。レザーマント。とりあえず次のエリア。それにしても地下なのにこんなに水があるなんて。地下水脈なんじゃないかな。なるほど、わかりましたよ、湿気の原因が。本当？ええ、おそらく原因は魔物同士の縄張り争いでしょう。そんなことで海が湿気るの？はい、トマスさんは淡水系の魔物であるレモラを海で見かけたと言っていた。本来はありえないことです。魔物はあまり生息圏を変えませんから、後天的な理由でこの辺りの海とここの地底湖が連結したのではないかと。ねえ、淡水系の魔物って海でも暮らせるの？レモラに代表される種族は海水にも耐性があると思います。そもそも海はセンチュリオンアクアの領域。センチュリオンは自分の属性の魔物と契約の縁を結び、バランス管理をしなければなりません。あれがリヒターなどという男にうつつを抜かして職務を放棄しているせいで、水属性の魔物たちが野放しなのでしょう。なるほど。まったく嘆かわしい。テネブラエって小獣人だよね。うんうん。なんですと？男なら細かいことは気にしないの。テネブラエはさ、アクアのことを嫌いなの？難しい質問ですね。難しい？現在敵対関係にはありますが、ラタトスク様復活という目的の前では個人的な感情など意味をなさないと言いますか。アクアはテネブライのことを陰険とか言って嫌ってるっぽかったよ。人間の古い言葉にこういうのがあります。いやよいやよも好きなうち。そうかな。そうなのです。いやいや、モテるセンチュリオンも困ったものです。ポジティブなやっちゃな。マルタってなんかあれだよね、あんまり回復積極的ではねえよな。結構攻めるし。エミル、私怖かった。俺はお前の顔。ウィーキングのスキル、敵から狙われにくくなる。あ、これはいいね。回復として重要だ。ヘブンズフィッシュ、なにこれ。アブト、飛びすると戦闘中何か変化が。何、
雷抵抗つくし。見た目変わんのか。で、センガルド。まあ、レアっぽいっちゃレアっぽいし、いいのかな。こういうの多分複数入手はできないでしょう。多分このブロックあっちから流れてるやつだよね。ゴシックスピナーって今そうしなかったっけか。うん、同じやつだね。負けないから。ハッ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 。楽しませてくれよ。エミル、気になったのですが、戦闘に参加させる魔物をずっと固定にしているのはなぜですか？なんとなく息が合うっていうか、調子は悪くないから下手に変えない方がいいかなって。エミルって結構保守派なんだね。案外男らしいっていうか、ちょっと古臭い？そうかな。そんなことはないでしょう。エミルはナウナヤングです。ナウナヤングって、フフフフ、こういう言葉が古いな。成長してやる。ホッ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 。OK。 ホロングバンダナ。うん、いいね。あ、というわけでなんか出そうな感じがするね。まあ、その先行くのはまた次回かな。さあ、海の式を止めて、早くイセリアに向かわないとね。イセリアでね、まあ、ロイドの故郷で、故郷、うん、まあ、故郷でいいのか、なわけですし、ロイドの情報何か集めるといいんですけれども。まあ、なんだろう、結局ゼロスともね、コレートの時みたいにはうまくいかなかったみたいだし、今後どうなるのかというところで、テイルズ・オブ・シンフォニー・アラタトスクの騎士実況プレイパート14、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。